なでしこジャパン、日本女子代表、は8月5日、オーストラリアとニュージーランドで共催の女子ワールドカップ、W 杯、決勝トーナメント1回戦でノルウェーと対戦し3対1で勝利。ベスト8進出を決めた中、キャプテン DF 熊谷咲が敗れた相手選手と交わした熱い法要シーンが注目を集めている。動画、なでしこ熊谷咲、敗れたノルウェー選手と、熱い法要。 かわした実際のシーンベスト8進出をかけたノルウェー戦で、序盤からペースを握った日本は前半15分、左サイドから MF 宮沢日向がゴール前へ送ったクロスがオーンゴールを誘発し先制。その5分後、MF グロレーテ点のヘディング弾で同点に追いつかれるも、後半5分に MF 清水リサが勝ち越しゴール。同36分には宮沢の今大会5点目が飛び出し、3対1で解消した。 試合後、ピッチ上には勝者と敗者の名案が分かれる光景があった中、FIFA 公式 SNS があるワンシーンに注目。投稿にアップされたのは、熊谷とノルウェー FW アーダ・ヘーゲルベルグが熱い包容を交わす場面で、お互いに交換したユニフォームを着用した姿も別の投稿に投じられた。現在、イタリアの AS ローマに所属する熊谷は、 2021年までフランスのオリンピックリオンでプレーそのリオンに所属するヘーゲルベルグとは元チームメイトの間柄だ。SNS にアップされた動画は W 杯ベスト16の舞台で再会を果たすとともに、試合後に健闘をたえ合った瞬間だった。このシーンに海外ファンからは賛辞が続々。真のスポーツマンシップだ、なんて素晴らしい瞬間、美しい。 などといった反応が寄せられたほか、FIFA 公式 X、Twitter、上でも何があっても友達と綴られるなど、スポーツマンシップに溢れた場面が大きな反響へ繋がっていた。